ですね。リュウジさん、対応を。ちょ、何ぼーっとしてるんすか。このままじゃぶつかるっす。あいたー。目の前がチカチカします。あ、すまねえ、ちょっと考え事してた。しっかりしてよ、リュウジ。なんかここ数日はずっとこんな感じじゃん。明日はもう花祭りで最後の仕上げなんだよ。まさかドジが映ったんじゃねえだろうな。そうなんですか。だとしたら私、取り返しのつかないことを。風邪じゃないんですから。でもリュウジさん、本当に大丈夫ですか。いや、問題ねえ。単に集中できてねえだけだ。一息入れてくる。そうですか。やっぱりちょっと様子が変ですよね。あんなに落ち着きのないリュウジさん、初めて見ます。スズメがドジした時も慌ててたけど、それとはまた違う感じでそわそわしてるよね。何か悩み事でもあるんすかね。くそ、なんで今更になってあんなこと言ってきやがるんだよ。花祭りの当日に私たちはフラワービレッジを襲撃する予定だ。お前、この村に来てからそこそこ経つんだろ。だからなんだ。案内役を頼みたい。お前がここにいると聞いて楽に仕事ができると思ったんだ。農作物や金目のものの場所とか把握してるんだろ。逮捕された時もう縁は切れただろうが。今のは聞かなかったことにしてやるから帰ってくれ。せっかく声をかけてやったのに。だったら聞かなかったことにするという言葉も信用できんな。密告なんてしてみろ。こいつを村に放つぞ。って、俺が失敗した後別のやつに種を盗ませたのか。諦めるには惜しい品だった。お前が素直に応じてくれたらこれを使わずに済むんだがな。案内役なしで強引にやるとなったらわかるだろう。くそが。花祭りの前夜、またここで答えを聞こう。ああ、それと前職の優しい上司から一つアドバイスだ。どうせ私たちがここを襲った瞬間、お前の信用も地に落ちる。高望みはやめて、身の丈に合った人生に戻ることだな。村の略奪を手伝うなんてありえねえ。だが迂闊に動けばあれを村に離されちまう。ここには戦える人間なんてほとんどいねえし、俺がこの村に来たせいだ。今日返事をしなきゃいけねえのにどうすればいいんだよ。リュウジさん。なんだ、ジョーちゃんとヤサ男かよ。驚かせんな。そうか、本当に何でもねえんだ。だから次の作業を先に始めててくれ。一度みんなで休憩にしませんか。もう遅れてる作業はありませんし、このまま作業を続けて怪我人が出る方が大変です。そうなってからじゃ遅いんですよね。ああ、そう言われたんじゃ断れねえな。それではお茶会を始めましょう。茶葉や作物を分けてもらえたので結構凝ったものが用意できたんですよ。わあ、お料理まで用意してくれたんですか。
はい。あやねちゃんとまつりちゃんの分も用意したんですけど、村長さんから別の用事を頼まれちゃったみたいで。それじゃ二人分の軽食は取っておきましょう。たくさん作ってありますから遠慮はしなくて大丈夫ですよ。気持ちはありがてえが、そこまで食い意地張っちゃいねえよ。じゃあもらうぜ。いただきます。すごく美味しいです。確かに。ジョーちゃん、料理はちゃんとできんのか？お料理は毎日してるので慣れてるんですよ。時々調味料を間違えたりお鍋が爆発しますけど。あ、花茶のおかわりもありますからね。村の方にお願いして加工済みのお花を分けてもらったんです。香りも楽しんでください。あー、本当にちゃんとお花の香りがします。お茶ってお花の花びらでも入れられるんですか？花びらだけで作ることもありますけど、今回用意したのは茶葉と混ぜたものになりますね。花茶にもいろいろあるんですよ。知りませんでした。味もすっきりしてて飲みやすいです。俺もお茶にできるのは知らなかったな。それなりに作物に詳しくなったつもりだったんだが。ちょっとお高くなっちゃうので普段はあまり用意できないんですけどね。花びらを分けてもらえてよかったです。村の人たちともちゃんと仲良くなれましたから、いろいろ分けてもらえたんですね。そうですね。いっぱい路地でご迷惑かけてしまいましたけど、立派な花祭りが開催できそうでよかったです。リュウジさんも村の人たちとは。リュウジさん？あの、もしかして村の人たちとまた何かあったんですか？いや、そんなことはね。お前らのおかげであいつらとは割とうまくいくようになった。だがそれもすぐに台無しになる。だったら、その実はだな、今日村を出ようと思ってるんだ。もうどうしようもねえ。正直に話してバレようもんならあれを村に話されちまう。だけど片棒を担ぐのもお断りってんなら逃げるしかねえだろ。そんな、どうして急に？本番は明日なんですよ。いつも通りだ。今の仕事に嫌気がさした。それだけだ。そんなの嘘です。ちょっと前まであんなに一生懸命やってたのに。何か隠してますね。そんなことはね。もともと俺がこういうクズだったってだけの話だ。分かったら、もう放っておいてくれ。わかりました。スズメさん、でも。その代わり、リュウジさんのために他にも用意してたものがあるんです。まずはそれを見てもらえませんか？村を出ていくのはそれからでも遅くないと思います。おお、スズメさん、リュウジを連れてきていただいてありがとうございます。いえいえ。それでもう用意は終わってるんですか？名前入れは終わったよ。最近あんまり作ってなかったから懐かしい気分になったね。こっちも金物屋にお願いしてたものが届いてるわ。リュウジにはなくさないようしっかり言ってよね。なんだ、見せたいものって村の連中が用意してんのか？はい、サプライズにしたいからって私にだけ教えてくれたんです。今の時間にリュウジさんを連れてきてほしいって。ああ、どんだけ大層なものを渡すつもりなんだ。まさか
金一封とか。もちろん違う。普段村で使っておるゴミ捨て当番の名札と作物や資材の置いてある倉庫の合鍵じゃ。マジで大したことねえじゃねえか。いらねえだろサプライズか。リュウジさん、わからないんですか、この贈り物の意味が。あ、これは正式な村民にだけ渡しているものだ。特に倉庫の鍵なんかは信頼できないものには預けられん。じゃあつまり、リュウジさんの頑張りが本当に認められたってことです。これからも村の一員としてお手伝いしてほしいそうですよ。スズメさんたちとの仕事ぶりはきちんと見ていたぞ。お前も他人と真に助け合って生きる術を学んだようだ。俺たちも改めて村長から説得されてな。最初はグダグダだった準備をスズメちゃんたちと協力してここまで巻き返したんでしょ。もう誰もあんたに文句は言えないわ。だけど俺は。意地を張らないでください。本当はこの村のこと好きなんじゃないんですか。そうじゃなかったらあんなに一生懸命真面目にお仕事するはずないじゃないですか。ああ、ん？なんだかちと様子がおかしいですな。すみません、直前にいろいろありまして、後でちゃんと説明しますから。それでどうですか、これを見てもまだ考えが変わりませんか。ありがとう。ここまで言ってもらえるんなら最後まで祭りを手伝うぜ。本当ですか、よかった。心配させないでください。やっぱり村の人たちから信じてもらえてるか不安だったんですね。まあそんなところだな。だけどみんなのおかげで決意が固まった。よかったです。これからはお花やお野菜を育てたりして今まで辛かった分幸せになってください。そうするよ。あの小娘がリュウジをふぬけにしたわけか。ボスに報告しよう。時間か。武器も用意したが、ぶっちゃけ付け焼き場もいいとこだな。それでもやるしかねえ。ジジイたちもスズメの嬢ちゃんたちも俺みたいなクズを信じてくれると言ったんだ。たとえ差し違えてでもボスと切り札は片付ける。それが俺にできる最後の手伝いだ。祭りが始まったら時間が取れませんから、お洗濯の準備だけしてから眠りましょう。洗剤は胸元にしまって両手を開ければ、これなら一往復で洗い場に汚れ物を運べますかね。あとはこけないように慎重に。夜中は助けてくれる人もいないですからね。まっ全くもってその通り。こんな夜更けに一人で作業は危ないですよ。はい、あのどちら様。よし、そのまま口を塞いでおけ。この女で間違いないな。大丈夫だよな。人違いだったらこの後大変だぞ。合ってます、合ってますから。女とその連れに随分恩義を感じてるようなんで、盾にすればやつも逆らえないでしょう。結構では引き上げようか。女を捕らえたのにリュウジと交渉はしないんで、仲間に引き戻したいんですよね。報告を聞く限り
あいつは戻ってこないだろう。わざわざ会いに行って火遊びをするより手を引いたと思わせて油断させた方がいい。こいつはリュウジや村の連中を釣り出す餌にする。せいぜい役立ってくれ。